中伏木駅は、かつて、富山県新港市にあった、日本国有鉄道新港線の駅である。昭和10年度における、伏木駅及び、新港千秋井外京元は、富山県初の鉄道である、中越鉄道が、1918年に能町、新港間を開業させるのと同時に設置されたもので、ある。その後、1920年に、中越鉄道が国有化され、国鉄の駅となったが、1951年に、新港線の旅客営業が廃止されると同時に、廃止された。1930年12月5日付、鉄道広報付録通報、専用線一覧によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。AB、官報1652号、1918年2月6日、内閣印刷局 ABC 大正9年8月17日、鉄道省告示第58号8月17日、内閣印刷局、ハット AB、日本国有鉄道工事第69号、官報1951年3月30日、石野昭介、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編に、1998年10月、JTB 昭和15年11月4日鉄道省、告示第245号11月4日、内閣印刷局。昭和15年11月22日鉄道省告示、第260号11月22日、内閣印刷局、名取則之、滝沢隆久編、ネコムック402とワイライトゾーンマニュアル11、2002年9月、ネコパブリッシング、ISBN、9兆7848億7366万9021。ありがとうございます。